木曽っていうネーミング。ああ、なんか、つばにゃんがさ、爆祖とか言われてて、で、なんか、もんちゃんがなんか、まあ、結構あいつもね、一見初見は騙されるかもしれないけど、本当あいつも性格やばいから、一部の中ではさ、爆祖にかけて木祖とか言われてたんで、まあ、それでこれにしてるんですけど。まあ、あんまね、配信は見てなかったんですけど、なんか、俺のリスナーが、報告してきたんですよ。俺のリスナーが、なんか LINE でね、まあ、とあるリスナーが報告してきて、なんか、あと、雑談たぬき見たら、それと全く同じこと書いてあったんで、まあ、てか、その人は別に嘘とかつかない人なんで、まあ、間違いないと思うんですけど、なんかね、もんちゃんが、まあ、俺別にもんちゃんのアクトが見てないんですよ。つまんないし。なんか、もんちゃんが俺に対して、なんか、俺がリスナーに嘘をついてるとかなんとか言ってたらしいんですよ。なんて言ってたっけな？なんだっけ？そう、なんか、シンゴリスナーは騙されない方がいいよみたいな。なんか、シンゴは嘘ついてるから騙されない方がいいよみたいなことを言ってたらしいんですよ。で、それで、私見ちゃったんだよねみたいな感じで、なんか含みを持たせて言ってたらしいけど、なんか、それがまず、何のことに対して言ってるのかよくわかんないですけど、本人が言ってほしいよね、それに関しては。それは、じゃあ別に言っていいんで。本人が何、まあ、多分俺の予想でこういうことを言ってんのかなっていうのは一つあるんだけど、まあ別にそれ、全然ね、もうクソが今見てたらそれ言っていいから、俺別に騙してるようなことマジでないし。だ俺がね、耳打ちで言ったのじゃあ言おうか。俺が耳打ちで、これあんまりね、ちょっと不利になったらあれだからあんまりこう言いたくないんだけど、俺が木曽とコラボというかした時に、まあ、コラボとは思わんけど、あれなんて言ったかっていうと、あれなんですよ。まあ、本当は言いたくないんだけど、ね。財布をなんか木曽が、なんかこう、配信で公開しようとしたのよ、俺の財布をね。で、それなんで、いや、これ本当にやめてって言って、で、それで止めたんだけど、で、本当にあいつマジ公開しかねえんだけど、あいつマジで性格終わってるからね。で、ちなみにその前にじゃあこの話するわ。その前にこの話するけど、いや、いいか。まあ、まず最初に言った方がいいか。わかりやすいか。なんで、耳打ちであれこれ公開しちゃダメって言ったかっていうと、財布の中に、クレジットカードとか銀行のキャッシュカードとかあるからなんですよ。わかります？財布の中にクレジットカードとか銀行のキャッシュカードがあるから、だからそれ公開されたらまずいじゃん。なんでかわかる。まず、クレジットカードに関しては、番号とか、そういう、なんだ、クレカの番号とかさ、あと、後ろの、なんて言うんだっけ、セキュリティキーだっけ、あれがあればもうネットで買い物とかできちゃうし、それをまず公開されたらまずいやん、普通に考えて。まあ、それぐらいクレカ使ってる人だったらわかると思うけど、勝手に使われちゃうからね。で、プラス、キャッシュカードに関しても、銀行口座番号が分かったら、あんまりよろしくないじゃん。で、その番号が分かった時点で、リスナーがね、変なこと言ったら銀行凍結されちゃうかもしれない。まだ、俺なんて昔サンバやってて、銀行口座が、なんかこれがなんかまあ、ただ普通にね、間髪乗ってただけなんだけど、なんか銀行になんかなんだっけ、資金洗浄してるとか、まあ、要するにマネロンしてるとかなんとかって嘘の通報とかされて、凍結になったことあるからね。まあ、サンバ自体が原因だったのもあると思うけど、マネロンしてるみたいな、なんかそういう通報もあったみたいだから。そう。で、それプラス、あと銀行口座は俺まだ仮差し押さえされてないんですよ。プラス、それプラスね、銀行口座は仮差し押さえをされてないの。わかる？ふわっちとペックスは仮差し押さえされてんの。まあ、こんなこと本当は言いたくないんだよ。木曽のせいだからね、本当に。もうあいつ、二度と絡まねえ、マジで。銀行口座は、仮差し押さえされてないのよ。で、別に銀行口座自体は、全然お金入ってないんだけど、結局クレカの支払いとかに使ってるから、自動引き落としになってるから、そこ仮差し押さえされたら、きついんですよ。クレカが払えないから。別に全然入ってないんだけどね。全然入ってないけど。全然お金入ってないけど。でも、クレカの毎月の支払いとか引き落としになってるから、それは、仮差し押さえされたらもう多分動かせなく、引き落とせなくなると思うんで、それはもうまずいじゃん。だから、
こういうのが、ね、そういう理由だから、これを、財布を廃止に出さないでって言ったので、その仮差し押さえとかっていうのも、なんかあんまりなんかほら、こう、言いたくないわけよ。そんななんか配信で。その銀行口座をされてないとかさ。なんでかっていうと、だから、なんていうの、その銀行口座が仮差し押さえされてないってことは、まあ銀行口座いくつか持ってるけど、一個じゃないですけど、そんなのいちいち言う必要ないじゃんね。それ言ったところでさ、なんかその、なんていうの、あれですよ。もしかしたら、相手側が、なんかそれに対してこう、じゃ、銀行口座、じゃ、例えば俺が複数持ってるんだっつって、なんかそれで、なんかこうやってくるかもしんないじゃん。うん。で、ちなみに俺調べたんだけど、銀行口座の仮差し押さえって、銀行口座、どこの銀行かってのと、あと、支店名と、あと本人の名前が分かればできるらしいので、そう。だから、なんだろう。うん、そういうのあんまりほら、まあ相手もね、そのやってきた相手も、その、差し押さえ、仮差し押さえはね、ふわっちとかね、ふわっちとペックスはね。まあ多分それぐらい分かってると思うけど、弁護士ついてるから。でもそんなのいちいち言う必要ないっていうか、なんか不利になって、まあそれで仮差し押さえの確率上がったら嫌だなっていうのがあるから。うん、だからあんま言いたくないのよ。うん、だからって耳打ちして言ったの。うん。でもなんか別に目相がさ、なんか、俺がなんか騙してるとか、リスナーを騙してるとかなんか言ってたから、なんかそれで耳打ちしてるところになんかこう、なんか言ってたのかなと思って、だから言ったんだけど、言いたくないけど。で、目相がね、これ聞いてたら、じゃあお前、じゃあ他になんかさ、俺がリスナー騙してるとか言ってるとこあるんだったら言えよ。もう言っていいから。言っていいから言えよ、てめえ、ごめん。ああ。マジで。あいつマジでうざい、本当に。うん。本当にもう二度と絡まないからなんだやつ、マジで。もう絶対絡みたくないんだやつ。うん、うざいんだよ、ほんといちいちさ。いや、いいよ、言っていいよ、別になんか。お前が、なんか仮に俺にリスナー隠してとか言う、なんか言ってみたいなことあんだって言っていいよ。いや、あいつマジでうざいもん、二度と絡みたくない。で、なんで俺わざわざそうやって、なんか財布とか出さないでとか、あんだけ俺ね、言ったかっていうと、ちゃんと。あいつマジで常識ないの、あいつ。あいつほんと常識ないから、あいつだったらマジで、その、晒しかねないから、だからあれ、あんだけちゃんと耳打ちして言ったの。うん。あいつ、ね、あれなんですよ。だって前もね、前も、すげえ前に絡んだ時、すげえ前に絡んだ時さ、あれなんですよ。なんか俺のスマホ勝手に開いて、で、俺の LINE とか勝手に公開したんだよ、あいつ。やばくない？本当に。いや、ありえないでしょ。普通に考えて。俺のスマホをね、こう、俺がスマホを、なんかこう、なんていうの、普通になんかどっか置いてたのかな？車の中で、あれですよ。車の中でさ、なんかこう、スマホ置いてたんだったかな？で、それでなんか勝手に俺の、で、その時ほら、なんかキーとかかかってなかった。ほら、なんか、今はスマホにキーかけて、キーっていうか、ほら、暗証番号とか入力しないと、こう、開けないようにしてるけど、その時かけてなくて、だから普通にパッてやるだけで、なんだ。俺以外の暗証番号入れなくてもすぐに、こう、スマホを操作できる状態だったんですよ。その時ロックしてなかったね。そう。で、それで、なんだろう。まあ、すげえ前だからね。まあ、本当にすごい前。目測と確か一番最初に絡んだ時だと思うよ。だすげえ前なんですよ、もう。何年前だろうな。何年前か覚えてないけど、もう3年ぐらい前なのかな。わかんないけど。ありえなくないですか？なんかその、スマホを勝手に、なんか、俺のスマホを勝手に取って、不意をつかれてね。で、それで、俺と、なんかこう、なんだろう、全くその配信とか関係ない人の、まあ女の子なんだけど、の LINE を、なんかこうやって、なんかその普通にいきなり開いて、で、なんかその配信で、なんか公開してるのよ、それ。いや、ありえないでしょ、マジ。いや、だからさ、もうその時点であれ、しかもさ、なんかそれ晒し上げて、ね、こんな LINE してんの？とかってさ、もう頭おかしいじゃん。だってさ、俺だけだったらまだしも、その LINE をやってる人の感情っていうかもあるわけじゃん。うわ、なんか仮にさ、その人がさ、俺の配信見てたらさ、まあ、ちなみにその人は、晒された人はちなみになんだけど、もともと俺のなんか YouTube とかをきっかけに見たリスナーで、多分俺の生放送はほぼ見てないと思うんだけど、俺の生放送の天才 YouTube で見てるリスナーで昔繋がってっていう感じなんですよ。で、その、まあ、女の子なんだけどね。まあ、すごい昔の話なんだけど。で、それで、なんかこう、ね、仮にその子が、じゃあ俺、
との LINE を配信でさらされたらさ、よく思わないかもしんないじゃん。うん。いや、普通に考えて嫌だっていう人の方が多いと思うんですよ。で、ちなみにその女の子とか俺配信で一度も出したことないし、うん。そう、別に配信とか出たくないって言ってるし、だから、なおさらだと思うんだけど、そのね、そんな、自分が、なんかやりとりしてた LINE さらされなんて、なおさらだと思うんだけど、そういうとこは本当にマジであいつ常識ないから、だからガチでこいつだったらさらしかねないなと思ったから、本当そこに関してはちゃんと耳打ちして釘刺しとかないとなと思ったから言っただけ。ただそれだけなんですよ。うん。私の中で話題にしたらどうも。はい。そう。だから俺はあんだけちゃんと言ったの。ただそれだけなんですよ。許しなさい、小さなことは。小さくねえわ、普通に。だって別にさ、俺だけじゃないからね、それ晒された人の気持ちとか考えないよって話よ。で、マジでやばいでしょ。じゃあ逆にさ、俺がさ、ね、モクソのスマホを撮ってさ、ね、モクソの LINE とかをこうやって出して公開したら、あいつはなんて言うと思う。絶対、なんか切れると思うよ。あいつマジで自分に甘く他人に厳しいからね。あいつ、そういうとこあるから、本当に。で、それでいて、なんかあいつってすぐなんかネガキャンすんのよ。うん。なんかもう、あいつほんと性格腐ってるからね、マジで。本当に。うん。なんかね、なんだ、前だってなんか、あいつほんと嘘しか、なんかさ、なんか、ほんとあいつ、なんかさ、なんか、なんだろう、ムカつくところっていうか、一番やばいところが、てかまあ、あいつとから、もんちゃんと絡んだ人って、今まで何回も何回もなんか揉めてるんですよ。大体。うん。だからもう、揉めてる側に問題があると言ってももう過言ではないんですよ。うん。ほんとなんかさ、一見はさ、一見、なんかこう、なんていうの？なんか私はなんかこうやってなんか、なんだ、カンボジアのためになんかどうのこうのとかさ、ナイス取ったらカンボジアのなんか図書館なんかやりますみたいなさ。なんか一見すげえなんか、いい人に見せて、で、実はそうやって虚言吐いたりとか、で、絡んだ相手のなんかこう、なんか虚言吐いてまでネガキャンして、で、なんか相対的にさ、なんか、その対立すると、なんか一見なんかそうカンボジアとかになんかいろいろなんかこう、図書館立ててるもんちゃんのが、なんかこう、正論っぽくっていうか、なんか嘘つかれても、まあ、嘘、どっちかが嘘ついたら、でも真実って一つじゃないですか。コナン、名探偵コナンじゃないけど、真実はいつも一つで、うん、どっちかが嘘ついて、で、それに対して嘘つかれた方は、いや、それ、いや、嘘言うなよって言ったって、まあ、どっちかが嘘ついてるわけになるわけじゃん。でも、一見、その真実、本当の真実を知らない人からしたら、なんかそうやってカンボジアとかに、なんかこう、なんかそうやって図書館とか建ててるもんちゃんの方が、まあ、こんなね、素晴らしいことをやっているんだから、こいつの方が本当だろうな、みたいな風になるのが、なんかうざい。うん。実際あいつが嘘ついてるのに。うん。でもマジでね、なんか絡んで何の得もないから、本当に。うん。絡んでマジで何の得もないし。うん。で、もうなんか、もう絶対俺絡まないです。いや、プロレスじゃない、ガチガチ。ほんとこれガチで言ってる。うん。これガチで言ってます。嫌いな人は名前出さないんじゃなかった。いや、だから、そのなんか俺がリスナー嘘ついてるみたいな虚言吐かれたから、それに対して、否定しないといけないじゃないですか。だからそれで、今説明のために言ってるだけで、もう俺金輪際絶対絡まないよ。マジで。申し訳ないけど、本当に。もういちいちうざい。いちいちうざいから、本当に。じゃあお金返しな。だからあれ、俺のリスナーが投げてくれたやつなんだけだからね。あいつ、身銭切ってないからね。それもうざいわ、本当に。なんか自分はなんか身銭切ってないくせにさ、で、なんか、慎吾になんか、これ、今日来た投げ銭、慎吾に渡すわとか言ったから、俺のリスナーがいっぱいなんか投げてくれたんで、その後。まあ、その前からも慎吾みたいな感じで投げてくれてたけどさ。もうマジでうざいわ、そのなんか、恩着せがましいみたいなやつ。うん。